はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリフィッシュです。では提督の決断を PC 版ドイツ軍プレイ続きをやっていきましょう。ここまで地中海まで、ね、進んできましたので、今回は航海を渡っていきましょうというところで、行きたいんですが、ジブラルタルに敵艦隊侵入というところですね。まあ、潜水艦隊中心に防衛を図りましょう。そうか、基地が1個しかないんだな。まあ、これがジブラルタル疾患ということになると、だいぶ状況変わってくるんで、なんとしてもジブラルタルは守りましょう。敵も偵察機が出てるね。ちょっと戦艦部隊下げましょう。戦艦部隊やられると話にならないので。敵艦の位置がまだ発見できずにいるね。発見した。うわ、でもすごい数のあれだね、潜水艦が待ち受けてるね。心強い。敵も偵察機を出していきますね。ただだいぶ大規模だな。いずれもイギリス軍ですね。敵の駆逐艦による潜水艦のね、その掃討が始まるときついんで、そうなる前に敵の駆逐艦ある程度数は叩いておきたいですね。ここには空母がいるな。しかも4隻の空母だね。敵の空母できれば一隻でも多くダメージ与えておきたいですけどね。ようやく敵の軽空母一隻撃沈ですね。ここは砲撃戦で確実に敵の
これは巡洋艦ですね。巡洋艦沈めておきましょう。沈められないか。従順相手に巡洋戦艦の攻撃戦でここまで手こずるとちょっとつらいよな。あとは空母を撃ち漏らさないように空母に向けて進んでいきましょう。空母撃ち漏らすなよ。残り2隻のこの空母、これなんとか沈めておきたいけど距離的にどうだろうね。届かないかもしれないですね、絶対に入るんであれば。この正規空母アークロイヤル沈めたいね。アークロイヤルだけでも沈められればだいぶ今後の作戦が楽になるんだけど、ちょっと足が止められてないんで厳しいかな。届かないかもしれないですね、まだ距離がこんだけあるんで。まあ、なんとか防衛はできましたね。ただ潜水艦中心にダメージが出ているのと、敵の方は空母をね、まあ、正規空母1、軽空母2、まあ、合わせて3隻取り逃してますんで、近いうちにまた進行がありそうな、そんな予感ですね。では今回はまずちょっとすり減ってしまった潜水艦ですね。もともと初戦では潜水艦を中心に、編成してなんとかしのいだという経緯もある以上は、潜水艦をやっぱり無視してこのドイツ軍プレーするわけにはいかないでしょうというところもありますし、何よりも今見ていただいたジブラルタルの防衛は、まあ、やっぱりねイギリス軍の船優秀なんで、まともに艦隊決戦をしても、まあ、かつ防衛できるにしてもダメージがでかすぎるんで、まあ、ちょっと申し訳ないけどここは潜水艦がね、仕掛けてもらって消耗戦に持ち込むという形が理想かなと思ってます。で潜水艦である程度敵の戦力を削ったら、そこに対して、まあ、艦隊を差し向ける形で敵の消耗した艦隊との艦隊決戦、これに持ち込めれば勝機は十分にありますし、まあ、空母がうまく運用が効けば空母に積んでる航空機の爆弾の重さはね、ドイツの方が大きいものを積んでいるんで、まあ、有利に戦えるかなという感じですね。それにしてもあれだな、イタリア近海のドック入りしてる艦隊、これちょっと回復までに時間がかかりすぎるね。もうちょっとサクサクと回復してほしいけど、イタリアの機とドック小さいですね。ちょっと見ておきましょうか後で。イタリアのドックの大きさね、
酸素魚雷も開発すぐに入りたかったんですが、お金だいぶ使っちゃいましたというところで、ちょっと兵器開発は見送ります。で、物資援助は鉄を供与しておきましょう。で、問題はジブラルタルの防衛戦力だよね。もう一箇所飛行場を作った方がいいかもしれないですね。さて困ったな。スペイン沖に入っているこの艦隊の一部、いや全てと言ってもいいかもしれない、ジブラルタルに一度止めおいた方が良さそうですね。で、イタリア近海の方はドックの大きさは3か、まあ、これだと大型艦の修理しかも複数となると、まあ、かなりの日数を要するというのは分かりますね。とはいえ東地中海これ攻略しないとお金が入ってこないんで、東地中海、いやごめんなさい、航海ですね、なんとかしたいよね。カイビスマルク型とか作ってる場合じゃなかったね本当に。イタリア近海の艦隊の修復状況、第3艦隊に至っては11週間を要すると言われちゃってるわけね。そうなるとだ、まずは航空戦に備えて、バカラ型の爆撃機と護衛機、これそれぞれ作りましょう。で、これを一旦ジブラルタルの飛行場へと追加配備をしていきます。というか、どうだろうな、バカラ爆撃の数、これ、思い切って100機体制にしちゃいましょう。で、あとは、ジブラルタルの艦隊。第13と第14は統合してしまって、この後到着する、潜水艦隊を新たにここに配備していきましょう。これで少し戦力はね、第1、第6、第13とジブラルタルも、まあ、盤石の構えになりましたと。アイルランド沖ももともと盤石なので安心感はあります。アイルランド沖の飛行場、これ完成してるけど配備してないので配備しましょう。で、ここも、航空機の数ケチらずにバカラ爆撃機の数をもうちょっと増やします。これで大丈夫かな、防衛の目処は立ちそうですね。で、お金がないので一旦諦めましょう、この以外の施策は。で、潜水艦隊が新たに、創設できるようになりましたので、これを第14艦隊として新しくジブラルタルに派遣で、ジブラルタルにいる潜水艦ではないね、あの戦艦部隊、これを前線へと送っていきましょう。まあ、防衛は潜水艦でいいかなというところですね、基本的には。で、この今作った第14潜水艦隊、第7艦隊になっちゃってるんで、ちょっとね、紛らわしいので、第14に全部ガツッと移設してしまって、この第14艦隊をジブラルタルへと動かしましょう。で、同じくジブラルタルには、残っている揚陸艦とかこの辺りも、この際派遣してしまいますんで、既存艦隊へ組み込みましょう。で、敵の基地攻撃をする際には揚陸艦も随伴させるという形を目論んでいます。で、今回はちょっとね、兵器開発で酸素魚雷、これは開発します。
で技術開発はちょっと前回ね入れられなかったところもあるので薄くではあるんですがまんべんなく入れましょう。で地中海攻撃今チャンスだな、ごめんなさい航海ですね、飛行場3つでアメリカ軍のいやイギリス軍の第10艦隊が入ってますね。ここ欲しいよね。どうしても欲しいけどちょっと我慢だな。で艦船の方は海アウドラムラ型これを作っていきましょう。そして海アウドムラなのにスードリと名付ける。でこのスードリを完成次第前線へと出していきます。であとは航空機、ちょっとそろそろ航空機もね新型のものを用意したいな。頑丈のどうだろう、爆撃機でいうと距離的にまだまだちょっと厳しいかな。あとはこの艦上の攻撃機をいよいよちょっと数用意していく。で艦隊決戦でも航空機がしっかり戦えるような下地をちょっと作っていきましょうか。まだ35機なんで配備には至らないかなというところですね。さあでは今回は艦隊を動かしていきたいのでまずはドック入り中なんだよね。東地中海の方の、この第5艦隊が主力になっていきそうなのでここに一度提督たちを乗せていきましょう。まあ、能力はねもちろんマッチしている人を乗せるのが一番いいんですが一旦無視します。乗せることが重要ということで、でこの上で航空レベルが異常に高い人間がいればもちろん空母に乗せると。あんまりいないね、でもこいつは空母に乗せたいみたいなのは。で、イタリア近海ドック入りしているのはまだ3週間かかりますという状況がね。で、ジブラルタルの方状況を見ておくとここもちょっとまだまだかな。第一艦隊をね動かす準備はできそうな感じはしますが、まあ、そうこうしているうちにまたね、せっかく航海に入れているスパイが捕まって情報がゼロになるっていう可能性があるんでそれはちょっと避けたいんですよね。ではここは前回も行っている攻撃機、これの数をねちょっと作っておきます。で攻撃機も数が揃ってくればしっかり使える、船としてね用意できるんでいいかなと思います。でカーアウドムラをもう一隻作りましょう。ビスマルク型が終わっても建造されてきましたね。でレーダーも完成ということで、イタリア近海の方はどう、第2艦隊これが動かせるね、航海に進めましょう。でジブラルタルの方には艦隊が入ってきてないか、まだ入ってきない。スペイン沖、スペイン沖にも到達していない。ちょっと確認しないといけないな。まさかバルト海に残っている、そういうわけでもない。ドーバー海峡までは来ている。
どこまで艦隊が進んでるんだ。第14艦隊はスペイン沖まで来ている。うん、そうだね、もう一周かかっちゃうんだな。そうすると今回も航空機中心に作っていくんですが、まずは艦長の攻撃バランスよく作っていきます。今回はもうで、バカラの護衛も30度で、バカラの爆撃機が16という形ですね。これでアルミは使い切っているので、残ったお金は内政に回していきましょうと言ったけど、技術開発に入れる金がなくなっちゃったね。さあ、これでジブラルタルの艦隊まず再編しましょう。第13、第14は残して、第7艦隊、第1艦隊、第6艦隊か。そうだな。まずは、第1艦隊の方に第7艦隊から、揚陸艦を引き抜きます。まあ、揚陸艦3隻引き抜けば、これで第1艦隊、揚陸艦の数は申し分なしですね。で、第7艦隊にも揚陸艦を入れます。まあ、防衛用の艦隊になった場合には不要という可能性もあるんですが、まあ、このあたりはね、状況を見ながら確認していきましょう。で、第6艦隊は残して、第1艦隊、これを、まずは東地中海へ。で、第7艦隊も東地中海へ入れます。で、そうこうしているうちに、東地中海に3艦隊集まっているんで、この3艦隊で、航海を狙いましょう。で、航海のスパイレベルを確認します。大丈夫だね。では、今回は、ズバリ東地中海。これの攻略を行っていき、航海の攻略ですね。なんかどうしても東地中海って言っちゃうね。攻略していきましょう。空母は6隻投入。正規空母6隻投入です。敵の方もただどうだ、第2、第9、第11という3艦隊ですね。まず第2艦隊の艦艇、まずは戦艦レゾリューション、主砲は 38.1cm4 の旧式戦艦なんで、まあ大丈夫かな。リベンジも旧式戦艦ですね。注意しなきゃいけないのが、この空母カレイジャス、ここには搭載機45機入ってますね。でもう一隻空母ハーミス、これ軽空母かな、見ておくと15機乗ってますね。まあ、数は大したことないかなというところです。第9艦隊も見ていきましょう。第9艦隊も、旧式戦艦とあとは、軽空母ですね。でちょっと怖いのがこの第11艦隊、大型の赤空母入ってるね、マグニフェシェント、これが44搭載してるね。まあ、ただこれ見る限りちょっとどうなんだろう、72機搭載できるところ44機しか搭載できていないっていうのは何かあるのかな。まあ、いずれにしても敵の艦隊3艦隊出ているんで、まあ、油断はできないかなというところですね。まずはしっかり敵の艦隊との交戦に入る前に飛行場1個でも多く破壊しておきたいな。これで味方の駆逐艦部隊は全滅するにしても敵の、空母
から来る攻撃機を全部駆逐艦が受けてくれたと考えれば、まあちょっと駆逐艦には申し訳ないけど、全然御の字の結果ですね。で、確実に敵の大型艦を沈めていきましょう。敵の飛行場の戦力のアウトレンジから敵の艦隊だけを攻撃していくっていうのが理想だね。敵の基地戦力の攻撃にさらされながら敵艦隊攻撃するのは結構辛いんですけど、今の状況は理想ですね。艦隊決戦、完全な艦隊決戦っていう状況に持ち込めてる状態ですね。あとは敵の空母、これを確実に仕留めていきましょう。アークロイヤル型がいないな。正規空母のアークロイヤル型がいない。おそらくここだな。かなりの数の攻撃機、爆撃機が飛んでるのを見ると、これで艦隊が一つ壊滅しましたね、駆逐艦部隊が。まあ、ただし、ここまで空母艦隊は無傷なので、まあ、結果的に敵の駆逐艦、味方の駆逐艦部隊を、ね、ちょっとおとりにした形にはなりますが、確実に敵の艦隊を、主力艦を沈めていきましょう。ちょっと怖いな、敵の、まあ、旧式戦艦とはいえその射程内に入ってきちゃってるんで、空母の甲板がやられると一気に戦力ダウンになるって考えると、ちょっと沈めたい、早めに。ただし味方は魚雷を積んでいない爆撃機だけなんで、この辺りはやっぱりね、敵の艦隊を叩くっていう意味では魚雷積んだ攻撃機、次早々に配備したいとこですね。敵の艦隊はどこに消えた？爆撃機が飛んでるってことは距離的に相当いところにはいなそうだけどね。まあ、一度は夜を迎えてしまいそうなので、二日目に、決戦は持ち越しになりそうで、夜にこの距離に敵の艦隊がいるっていうのはちょっと嫌なんで、ここにいる、まあ、巡遊巡洋艦クラスなのかな、これらの艦隊は沈めておきたいよな。いやー、本当に戦艦は硬いよ。こうやって見ても味方のバカラ爆撃機の爆弾1トン爆弾積んでて、まあ、一応ね急降下できるような状態にはしてあるんですけど、それでこんだけかかりますからね、撃沈するのに。でアークロイヤル含む4空母持っている、イギリス軍の第11艦隊は無傷ですね、今のところ。で敵の攻撃機、爆撃機は到達するの？到達しないで帰ってほしいけど、この時期に、イギリス軍の方もまだ持ってはいないと思うんで、まあ、いわゆる夜間離発着可能な艦載機というのは。まあ、一度夜になってここで
戦いは一旦小康状態になりそうですね。まあ、味方の空母の随伴艦はね、もうこれはもう文句なしに弱いんで、砲撃戦になるような局面はやっぱり避けていかなきゃいけないですね。敵の飛行場はまだ2つ残っていて、無傷の、空母艦隊も残っているというところなので、まあ、あの2日目、どれくらいのタイミングで、おっとちょっと待ってくれ、戦いが始まってるね。まあ先端を開けるかっていうのがポイントになりそうですって話をしてたら、海域の端っこで始まってますね。しかも駆逐艦か、これ早く沈めないと魚雷撃たれて空母に損傷が出るとやだな。いい、その駆逐艦など放っておけ。ああ敵の方が爆撃機が早かったぞ。これはどう？まだこちらは敵の位置が把握できてない。いやー小型艦はいいんだ。敵の空母アークロイヤルを沈めたい。どこにいる？場所がわからない。ここか、違うな。ただ直縁が飛んでるっていうことはこの近辺にいるな。いる、ここにいた。ついに見つけましたね。敵の方も2空母艦隊、味方も2空母艦隊、しかも敵の方は戦艦の護衛がついているんで、まともにぶつかると厳しいな。いやーイギリス軍さすがよ。第5艦隊はほぼ無傷に近いんですが、こっちの方はそうはいかないね。まずは空母。ちょっと待って、これさ、正規空母の数が変わっている。事前の情報と比べて正規空母の数は1時じゃなかったのか。まずいな。アスガルドがやばい。これは撤退だ。そうそう撤退してくれ。沈められるのだけは避けたいので、ちょっと直接式に変えましょう。まず何といっても数ではまだこちらが有利なんで、確実に敵の正規空母から沈めていく。見失ってる。ちょっと目離すとこれだ。索敵。このままだと第2艦隊と勝ち合うんで、ちょっと向きを変えましょう。やめようって言っていたら勝ち合いになるね、これ。そこに敵の攻撃機爆撃機が殺到するっていうのは避けたいんだけどな。ちょっと見苦しい戦いになってるね。それにしても敵の艦隊完全に見失って発見できないっていうのはどういうこと？
敵の艦隊が発見できない以上は敵の基地攻撃に向かいますか。じゃあ了解、まあ、その過程で敵の艦隊を発見するという味方の攻撃機基地攻撃隊が発艦した後に敵の空母発見っていうね、そういう事態は全然あり得るんで、それがちょっと一番嫌ですね。ただ敵のどうだろう、偵察機も飛んでないのでいるのかっていう疑問はあるね。本当に敵の艦隊がいるのかっていう。第二飛行所の方にはダメージを打たさせてるんで、もう一個の飛行場がどうかなっていうところですね。敵の偵察機に発見されてますが夜になるのでまあ大丈夫でしょう。今回も取りましたが、ここでも敵の空母取り逃した形になってそうです。確認していきましょう。まず味方の方は、結果的におとりになってしまった第9艦隊が壊滅しています。駆逐艦遺跡を除き壊滅で、敵の方なんですが戦艦、さらに巡洋戦艦これ4隻第2艦隊から撃沈、さらに正規空母1隻、軽空母1隻撃沈してます。で、第9艦隊の方からは、戦艦、巡洋戦艦に、軽空母4隻撃沈しています。で、第11艦隊、これ敵の主力艦隊だと思うんですが、正規空母、さらに軽空母3、これ取り逃しています。さらに飛行場も破壊という形ですね。できれば占領が良かったんですが、まあ、ここはしょうがないですね。で、次、アラビア海こそ本当にね、飛行場ダッシュという形が取れればいいかなというふうには思っています。では、この場所を拠点にしていかなきゃいけないんですが、まずは艦隊の再編だね。ちょっと艦隊を入れ替えましょう。第5艦隊と第2艦隊で、ちょっと直さなきゃいけない人たちがいるんで、それ直しましょうよというところだね。で、この第5艦隊にしばらくの間は防衛の任務を、委任しなきゃいけない、頼まなきゃいけないと、航海に関しては。で、その間に傷ついた第2艦隊と第9艦隊はイタリア近海に入れて毒入りさせましょう。さらにジブラルタルも使った方が良さそうですね。この2つで、艦隊を修復しつつ、イタリア近海の方は艦隊はどう？まだ5週間かかるか、厳しいね。第1艦隊これを航海に進めます。さらに、第7艦隊も航海へと進めちゃいましょう。で、鉄とアルミとお金を使って内政だけ忘れないうちにやることやっておきます。今回はね、お金あるんで思い切って使っていっちゃいましょう。で、物資援助は全く鉄が取れてないね、日本は。大丈夫かいという感じもするけど。で、さらに、空母に乗せる飛行機をちょっと見直します。特に航海、ここはね、次
大きな戦闘が起きる可能性があるので、その時に備えておきましょうというところですね。で、航海には資源がたんまりあるんで、しっかり回収しましょう。雷撃機もしっかり乗せられるね。これでどうだろうな、だいぶ戦力的には充実するんじゃないかなっていう感じはするけどね。特に艦隊攻撃、敵の艦隊を攻撃する能力が飛躍的にアップしたと言えると思うんで、今までだとね、どうしても爆撃機に頼った運用だったので、これが改善してくれれば本当に嬉しいですね。はい、では今回はじゃあこの辺りにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。